かけて特訓を始め、いいか、お前らの実力など、これなんだその顔は。まさか自分たちが世界レベルだなどとうぬぼれていたわけじゃあるまいな。それから豪炎寺、吹雪、木戸、そして遠藤、私はお前たちをレギュラーだとは全く思っていない。私にとって過去の実績など何の意味もない。試合に出たければ死ぬ気でレギュラーの座を勝ち取ってみせろ。